自民党の派閥の裏金事件を受け、岸田総理が来週、自ら安倍派幹部から聞き取りを行う方針であることが分かりました。自民党では、派閥の裏金事件をめぐり、収支報告書に不記載があった議員をおよそ80人を処分する方向で検討が進められています。複数の自民党幹部によりますと、処分を判断するためにも、来週、 岸田総理自ら安倍派幹部らに対し、聞き取りを行う方針だということです。安倍派では、おととし、一度廃止が決まった、キックバックの扱いについて、西村前経産大臣、塩谷元文科大臣、世耕前参院幹事長、下村元文科大臣らで協議し、その後、復活していて、こうした、キックバックなどの事情をよく知る立場にあった。 安倍派幹部から事情を聞く考えです。また、茂木幹事長は今日、早急に政治責任のあり方、けじめについて結論を出したいと話していますが、党幹部によりますと、キックバック復活を協議した塩谷氏ら安倍派幹部については、除名など8段階ある処分のうち、上から4番目に当たる、 選挙における非公認以上の処分となる見通しだということです以下はネットユーザーの反応をまとめたものです記事中で再聴取の対象と指摘されている4名については読売新聞の報道によれば選挙での非公認以上の重い処分が検討されているという 最長手はその前段階とも見て取れるが実際に非公認のような処分がなされた場合各議員の政治生命に直結する可能性がある例えば4名のうち塩谷氏は前回の総選挙では小選挙区で立憲候補に敗れて比例復活当選のみだ非公認以上の処分になれば仮に選挙に出馬しても自民党の比例名簿で復活当選することはできない また、世耕史にしても参院は和歌山選挙区選出だが、参院選の選挙区は全県区ゆえ、与党である自民党が和歌山県を代表する候補者を自ら立てずに選挙を戦うことは想像しにくい。こうした重い処分を示唆する報道が先行することは、単に自民党が有権者に、事情作用を伝えるだけでなく、当事者本人に処分に先んじて、 自ら明確に責任を取ることを促す意味合いもありそうだ。これは昭和の核副戦争を早期させる。茂木氏は核の側であり、安倍派は服の方である。茂木幹事長は、秋の総裁選に向けて、この安倍派ぶしでポイントを稼ぐということになるかもしれない。しかしそれは、反面では、党内の安倍派の批判の矢面に立つということを、 意味している茂木幹事長は秋の総生戦に当然立候補する意図はあるしかしながらそのためには幹事長としての仕事を全うすることを岸田首相に求められているしかしながらその処分を厳しいものとすれば岸田氏ではなく茂木氏が党内の批判にさらされることとなりとてもポスト岸田の座は巡っては来ない 岸田氏は茂木幹事長に党内の批判を負わせることで自らの責任を回避するというのだろうかそれでは必ずしも国民はついてこない今後の展開に注目である自民党執行部はさまざまなアドバルーンを挙げて世論の動向を見ている処分は大したことにならないという情報もあれば安倍派幹部に離党要求という情報もある一方で 幹部は自ら身体を決すべきとの声もあるそうやって安倍派幹部を心理的に追い詰めながら執行部は世論が厳しい処分を望むなら非公認以上の処分を下すことにするのだろうそのためには岸田総理が再聴取する手続きを踏む必要がある1月に読売新聞が安倍派幹部に離党要求の記事を書いたとき 森朗氏が麻生太郎副総裁と茂木幹事長に面会を求め怒りをぶちまけたと報道された今回の問題は還流の仕組みを作りそれを不記載にするよう強制した森氏に第一の責任があるそれにいいだくだくと従った安倍派幹部にも問題はあるが安倍派幹部が処分されるのに森氏だけが安全地帯にいるのはおかしい 氏はその前に自ら身体を申し出るべきではないか国民の税金が国会議員の贅沢主義のために使われたのだから関わりのある議員は処罰されるのは当然のことこれを当事者が判断するから甘くなる第三者の公平な判断なら確実に正解にふさわしくない結果が出ると思う国民が よく監視しさらに声を上げ続けるることが実現でできる近道ではないだろうか一部の幹部を選挙で公認をしない処分を課すのではとの報道があるが、公認はしなくても自民党の所属議員として立候補をするのだから、党員は票を入れる人は入れるだろう。それよりも一度はっきりと離党させて、選挙で当選したら有権者の見過ぎを受けたと、復党させるのが良い策だと思う。 処分することは、もちろんやらなくてはいけないことだか、その前に肝心ような真相の解明が一向に進んでいないことに疑問を感じる。とりあえず、整理審で国民に向け説明を果たしたことにして、そして今回の処分で幕引きにと考えているような気がしてならない。処分も必須だか、同時に承認喚問も進める必要があると思う。世界中が、 第三次大戦の危機が近いかもしれないと捉え阻止するために懸命に動いているときに日本国内は政治家も国民も裏金問題や解散総選挙にしか関心がないみたいで危機意識の欠如を強く感じる政治家が三流ばかりになると国力も大きく後退するということを思い知らされた感じだ今頃感が強いし処分も遅すぎる自民党は 裏金疑惑や不倫問題、和歌山ハレンチパーティー問題等の言い訳に奔走し、本来の職責が果たされておらず国民はしろのままである。岸田政権の打ち出す政策はどれも的外れ、おまけに不詳こと続きで、支持率は上昇する見込みはない。この低たらく自民党の政治不信の状況を変えるには、身を切る国会議員の定数削減に真剣に取り組み、 二階氏麻生氏などの派閥、老外政治から脱却指針を問うてほしい。また、我々国民も、積極的に選挙に参加し、不正、スキャンダル議員を見極め、英断を下すべきである。はっきりしていない部分というか、ほぼはっきりしていないような気がしますけど、茂木さんの97%を含め、そのうちエリア97とか言われないといいですが。 生林審も何度回しても何等が当たったかわからん商店街の福引きみたいなものっていうかただ沈黙や言葉の端々にも個性は出るんだなというのは分かりましたけどね政治資金規制法のざる部分を改定パーティー券も寄付扱い会社や個人に便宜を図ることは公共の利益に反するはずそのために交付金を税金から支払っている 使った金は1円まで領収書をもらい、歳事に関係ないものは計上できないように税理士が管理。政党の数百億円の交付金は欠税です。1円まで国民が管理したり閲覧できないのはおかしい。税務署も何に使っているか、着服していないかを徹底的に調査すべき。 検察庁の人事を官邸が握っていることも広く三権分立の定義に反する。検察がうやむやにするのは自分たちの出世や退職後の天下り先が大事だからだ。自民党が処分だの聴取だの言っているが、のらりくらりと長引かせうやむやにするつもりだ。野党も法律改正を言わないのは自分たちにも恩恵があるから言わない。自分たちも 税金とパーティー券収入を着服しているからだろう。本当に国の行く末を考えてほしい。